静かですね。やっほー、誰かいる？若葉とひなた。って若葉寝てるじゃない。し、し、あ、いや、どうやらもう遅いようだ。寝たふりをするか迷ったのだが、夏目さんには気づかれていたか。起こしちゃったくん、騒がしくしちゃってごめんね。気にするな、もともと寝るつもりはなかったんだ。でも寝ちゃったのね。ああ、最近戦い続きだったからな、疲れていたのかもしれん。あら、ん、どうした日向。いえ、若葉ちゃんが素直に弱音を吐くなんて珍しいと思って。普段なら耳かきの最中とかにしか言ってくれないじゃないですか。え、ひなた！余分な力が抜けているんですね。私はいいことだと思いますよ。そうか。はい。そうか。そうだな。ここは勇者も多く、みんな頼りになる。あら、もしかして私ってば頼りにされちゃってるって感じ？ああ、フーさんはとても頼りになる。そうですね、フーさんがいたから戦い続けられた側面は確かにあります。え、私も頼りにしているぞ。私の褒め殺しプレイ禁止。まさか褒め殺されそうになるとは思わなかった。顔真っ赤ね。うるさい。それより話を元に戻すわよ。うむ、最初は何の話をしていたか。確か若葉が寝ていたのだったな。ああ、少々疲れが溜まっていたようだ。じゃあそうですね。若葉ちゃん、どうぞ。いや、膝をパンパン叩きながらどうぞと言われても困るのだが。私の膝を枕にってことじゃない？はい、若葉ちゃん、絶賛耳かきサービス中ですよ。あ、いや、耳かきなら昨晩。あ、ニヤニヤ。へえ、昨日ひなたに耳かきしてもらったんだ。それはひなた！カモンです、若葉ちゃん。無理だ、耳かきなんて。その、恥ずかしいだろう。うわ、こんな若葉初めて見たわ。なんか照れるわね。そうでしょう、そうでしょう。若葉ちゃんはかっこいいだけじゃなく可愛いんです。頼む、ひなた。それくらいで許してくれ。あらら、ぐったりしちゃったわね。では、やはり耳かきで疲れを。ひなた。怖い顔しないでください。冗談ですよ、若葉ちゃん。まったく。さっきから思っていたのだが、耳かきでは疲れが取れないのではないか。まあそうね、リラックスはできても疲れは取れないでしょうね。うん、だから疲れを取るならマッサージだ。マッサージですか？私はあまり力が強くないので得意ではないのですが。マッサージならユーナが得意よ。ユーナさんが？ユーナの手にかかったらどんな堅物だろうとトロトロよ。しょう、うん、確かにユーナのマッサージはすごいけど危険すぎるわよ。結城のマッサージは危険なのか。ある意味ではそうかもしれないわね。でもとっても効くわよ。呼んできましょうか。いや、それには及ばない。夏目さん、何を隠そう、私もマッサージは得意だ。
夏目の部屋まで来たけど、結構本格的にやるのね。私のは整体に近くてな、ある程度のスペースが必要だ。整体って行ったことないんだけど、マッサージとどう違うの？体験してみるのが一番だ、若葉。そうだな、お願いしよう。まずはそこに横になって、うん、そうだ。では、行くぞ。骨盤がずれているな。息を吸って吐け。あれ本当に大丈夫？ふん。若葉ちゃんが夏目さんの上でエビ反りに。はあ、電線の影響か、左右のバランスが崩れていたから整えておいたぞ。体がどうしたんですか、若葉ちゃん。体が驚くほど軽い。今ので？ああ、今ならどんな敵であろうと負ける気がしない。ゴッドハンド。これくらい整体師なら誰でもできる。いや、さすがに誰でもはできないんだ。いや、夏目さんの整体は本当にすごい。フーさんとカリンもやってもらうべきだ。いや、夏目、若葉に整体したばっかりだし、その、疲れてるでしょ。いや、あと2人くらい平気だ。大丈夫だから、私、疲れてないから。いや、見たところ二人とも体のバランスが崩れている。影響が出る前に整えた方がいい。本当に大丈夫だから。じゃあ、私はこれで。ちょっ、逃げるなんて卑怯よ。ふっ、だが逃がさない。はよ、一瞬で風の前に回り込んだわ。これが生体の威力。どうだ、夏目さんの整体は本当に素晴らしいだろう。大丈夫だ、フー、私に全てを委ねろ。それでは整体を開始する。待って、本当に？よし、次はカリンだ。私は完成型勇者よ。整体くらい。はあ、二人とも終了だ。